こんにちは。今日の講義は書籍日本外交の劣化再生への道です。山の上の慎吾氏による本書は日本の外交政策に関する鋭い分析と提言を含む重要な著作です。著者は40年にわたる外交官としての経験を持ち、前中オーストラリア特命全権大使を務めた人物です。その豊富な経験と深い洞察に基づいて、現在の日本外交が直面している課題とその再生に向けた道筋を示しています。本書の特筆すべき点は、著者が外交官としての遺言と位置づけて執筆していることです。これは単なる比喩ではなく、著者の真摯な姿勢を表しています。外交の世界では往々にして人間関係や組織の対面を気にするあまり、本質的な問題に踏み込めないことがあります。しかし山の上の氏はそうした配慮を一切排除し、率直に問題点を指摘しています。では本書の内容を詳しく見ていきましょう。構成は3部からなっており、第1部では日本外交劣化の現実、第2部ではなぜここまで劣化したのか、第3部では再生への道というテーマで議論が展開されています。第1部では具体的な事例を挙げながら日本外交の現状が分析されています。例えば北方領土交渉の失敗や対中外交の問題点などが取り上げられています。これらの事例を通じて日本外交が直面している困難な状況が浮き彫りにされています。北方領土交渉については長年の交渉にもかかわらず目立った進展が見られないことが指摘されています。ロシアとの交渉において日本側が明確な戦略を持ち得なかったこと、また国際社会の支持を十分に得られなかったことなどが失敗の要因として挙げられています。対中外交に関しては著者は日本の姿勢を腰の引けたものだと批判しています。中国の急速な台頭に対して日本が適切に対応できていないという指摘です。経済面での依存と安全保障上の懸念のバランスをどう取るかという難しい課題に日本が十分に対処できていないという分析がなされています。これらの事例分析は単なる批判に終わらず、どのような対応が可能だったのか、今後どのような戦略を取るべきかについても言及されています。著者の豊富な経験に基づく具体的な提案は非常に示唆に富んでいます。第2部では日本外交の劣化の原因について深く掘り下げています。著者は6つの主要な要因を挙げています。それらはロビイング力の決定的不足、惨憺たる対外発信力、歴史問題での異なかれ主義、日の丸を背負う気概の弱さ、永田町霞が関での外務省の地盤沈下、内向き思考といびつな人事です。ロビイング力の不足については、国際社会において日本の主張や立場を効果的に伝え支持を得る能力が十分でないことを指しています。例えば国連安全保障理事会の常任理事国入りを目指した際の失敗などがこの問題を如実に示しています。対外発信力の弱さは日本の政策や立場を国際社会に向けて効果的に説明し理解を得ることができていない状況を指しています。これは単に語学力の問題だけではなく、戦略的なコミュニケーション能力の不足も含まれています。歴史問題での異なかれ主義は特に近隣諸国との関係において大きな障害となっています。過去の歴史に関する問題に対して日本が積極的に向き合い明確な立場を示すことができていないという指摘です。日の丸を背負う気概の弱さは外交官個人の問題というよりも組織全体の姿勢に関わる問題です。国益を追求する上で時には厳しい交渉や対立も辞さない姿勢が必要ですが、そうした気概が不足しているという分析です。永田町霞が関での外務省の地盤沈下は日本の政策決定プロセスにおいて外務省の影響力が低下していることを指しています。これは外交政策の一貫性や専門性を損なう可能性があります。内向き思考といびつな人事は外務省内部の問題として指摘されています。グローバルな視点や長期的な戦略よりも組織内部の論理や短期的な利害が優先される傾向があるという分析です。これらの要因は相互に関連しており、複合的に日本外交の劣化をもたらしているという著者の見解は非常に説得力があります。第3部ではこれらの問題を踏まえた上で日本外交の再生に向けた具体的な提言がなされています。著者は組織の改革、
人材育成、戦略的思考の強化など多岐にわたる提案を行っています。例えば外務省の組織改革についてはより機動的で効率的な体制の構築が提案されています。また外交官の育成に関しては語学力だけでなく交渉力や戦略的思考力を重視したトレーニングの必要性が指摘されています。情報収集力の強化も重要な提言の一つです。国際情勢の複雑化に伴い正確かつ迅速な情報収集と分析が不可欠となっています。著者はデジタル技術の活用や他国の情報機関との連携強化などを提案しています。対外発信力の強化については単に英語力を向上させるだけでなく戦略的なコミュニケーション能力を磨くことの重要性が強調されています。これにはメディア対応力の向上やデジタルディプロマシーの活用なども含まれます。また歴史問題への対応についても具体的な提言がなされています。過去の歴史を直視しつつ未来志向の外交を展開することの重要性が説かれています。これは近隣諸国との関係改善にとって不可欠な要素です。さらに日本の国益を明確に定義しそれを追求するための一貫した戦略の必要性も指摘されています。これは単に個別の外交案件に対応するだけでなく長期的かつ包括的な視点から日本の立場を確立することの重要性を示しています。本書の特筆すべき点は著者の豊富な経験に基づく具体的な事例や分析が随所に盛り込まれていることです。これにより読者は外交の現場で実際に何が起こっているのかどのような課題があるのかをより具体的に理解することができます。例えば著者が経験した国際会議での交渉の様子や他国の外交官とのやり取りなどが生々しく描かれています。これらのエピソードは外交の世界の複雑さやそこで求められるスキルを鮮明に浮かび上がらせています。また本書は単なる現状批判に終わっていないことも重要です。著者は問題点を指摘するだけでなくそれぞれの課題に対する具体的な解決策や改善策を提示しています。これにより読者は日本外交の未来に対してある種の希望を見出すことができるでしょう。本書の内容は外交や国際関係に関心のある一般読者にとっても非常に興味深いものです。外交の世界は往々にして一般市民からは遠い存在に感じられがちですが、本書はその内実を分かりやすく解説しています。これにより、読者は日本の外交政策がいかに自分たちの日常生活や将来に影響を与えうるかを理解することができます。例えば、北方領土問題や対中関係は、単に外交上の問題だけでなく、日本の安全保障や経済にも直結する問題です。本書はこれらの問題の背景や影響を詳細に解説することで、読者に問題の重要性を認識させます。また、本書は日本の外交政策に関心を持つ学生や研究者にとっても貴重な資料となるでしょう。著者の豊富な経験に基づく分析は、教科書では得られない洞察を提供しています。特に、外交官を志望する若者にとっては、キャリアの指針となる多くの示唆が含まれています。本書の意義は単に日本外交の問題点を指摘することにとどまりません。むしろ日本が国際社会においてどのような役割を果たすべきか、そのためにはどのような外交戦略が必要かというより大きな問いかけをしているのです。グローバル化が進展し国際情勢が複雑化する中で日本の外交政策の重要性はますます高まっています。気候変動、テロリズム、サイバーセキュリティなど一国では解決できない課題が山積する現代において、効果的な外交は国家の生存と繁栄にとって不可欠です。本書はそうした時代認識の下で日本外交の現状を厳しく分析し、その再生への道筋を示しています。著者の提言は単に外務省や政府関係者だけでなく日本社会全体で議論され検討されるべき価値があります。特に著者が強調している日の丸を背負う気概の重要性は、外交官に限らず国際社会で活躍する日本人全般に当てはまる指摘です。グローバル化が進む中で日本人一人一人が国際的な視野を持ち、日本の立場を主張できる能力を身につけることの重要性を本書は訴えかけています。また本書が提起している問題は単に外交政策の領域にとどまらず、
日本の教育システムや社会構造にも関わる広範な課題です。例えばグローバル人材の育成や多様性を受け入れる社会の構築など、日本社会全体で取り組むべき課題が浮き彫りになっています。本書の内容は時に辛辣で厳しい指摘を含んでいます。しかしそれは日本の将来を真剣に考え、より良い方向に導こうとする著者の強い意志の表れと言えるでしょう。著者の指摘に耳を傾け、真摯に議論を重ねることが日本外交の再生、ひいては日本社会全体の発展につながるのではないでしょうか。最後に本書の意義を改めて強調したいと思います。日本外交の劣化再生への道は単なる外交評論書ではありません。それは日本の将来を左右する重要な問題提起であり、同時にその解決への道筋を示す羅針盤でもあるのです。著者の40年にわたる外交官としての経験と洞察が凝縮された本書は、日本の未来を考える上で必読の一冊と言えるでしょう。私たちは今激動の時代を生きています。国際情勢は日々変化し、新たな課題が次々と浮上しています。そうした中で日本がどのような立場を取り、どのような役割を果たすべきか、本書はその問いに対する一つの答えを提示しています。本書の内容を踏まえ、私たち一人一人が日本の外交や国際関係について考え、議論を重ねていくことが重要です。それがより強靭で効果的な日本外交の実現につながり、ひいては日本の安全と繁栄を確保することにつながるのです。皆さんもぜひ本書を手に取り、日本外交の現状と課題、そしてその再生への道筋について深く考えてみてください。そしてその内容を周囲の人々と共有し、議論を重ねてください。それこそが著者が本書を通じて私たちに求めていることなのではないでしょうか。さてここまで日本外交の劣化再生への道についてお話しました。ここからは本書の内容をさらに深く掘り下げ、日本外交の現状と課題について考察を進めていきましょう。山の上の慎吾氏が指摘する日本外交の問題点の一つに、惨憺たる対外発信力があります。これは単に語学力の問題ではなく、日本の立場や政策を国際社会に効果的に伝える能力の不足を指しています。この問題は日本のソフトパワーの弱さとも関連しています。ソフトパワーとはアメリカの政治学者ジョセフ・ナイが提唱した概念で、軍事力や経済力といったハードパワーとは異なり、文化や価値観、政策の魅力によって他国に影響を与える力を指します。日本は豊かな文化や技術力を持ちながら、それを外交的な影響力に十分に結びつけられていないのが現状です。例えば日本のアニメや漫画、食文化は世界中で人気を博していますが、これらを通じて日本の価値観や政策への理解を深めるような戦略的な取り組みが不足しています。対照的に韓国は韓流と呼ばれる文化戦略を展開し、ドラマや K-POP を通じて自国のイメージ向上と影響力の拡大に成功しています。日本外交の対外発信力を強化するためには、単に英語力を向上させるだけでなく、戦略的なコミュニケーション能力を磨く必要があります。これにはメディア対応力の向上やデジタルディプロマシーの活用も含まれます。デジタルディプロマシーとは、ソーシャルメディアなどのデジタル技術を活用した外交活動を指します。例えば Twitter や Facebook を通じて日本の立場や政策を直接世界に発信することが可能になります。また山上氏はロビイング力の決定的不足も指摘しています。ロビイング活動は特定の政策や立場への支持を得るために行う働きかけを指します。国際社会において自国の利益を守り主張を通すためには効果的なロビイング活動が不可欠です。日本のロビイング力の弱さは、例えば国連安全保障理事会の常任理事国入りを目指した際の失敗に現れています。日本は国連への財政貢献度が高いにもかかわらず、常任理事国入りを実現できませんでした。これは国際社会における日本の影響力の限界を示すものと言えるでしょう。効果的なロビイング活動を行うためには、国際法や国際関係論に精通した人材の育成が必要です。またシンクタンクや非政府組織 NGO との連携も重要です。これらの組織は
政府とは異なる立場から国際問題に取り組み、新たな視点や解決策を提供することができます。山野江野氏が指摘する歴史問題での異なかれ主義も日本外交の大きな課題の一つです。特に近隣諸国との関係において、過去の歴史に関する問題は常に外交の障害となっています。日本が積極的に向き合い明確な立場を示すことができていないという指摘は重要な問題提起です。歴史問題に対する姿勢は単に過去の出来事をどう解釈するかという問題ではありません。それは現在の日本がどのような国家であり、どのような価値観を持っているかを示すものでもあります。過去の過ちを認め反省し、そこから学ぶ姿勢を示すことは国際社会における日本の信頼性を高めることにつながります。一方で歴史問題への対応には慎重さも求められます。近隣諸国との関係改善を図りつつ、日本の立場も適切に主張するバランスの取れた外交が必要です。これは高度な外交技術と戦略的思考を要する課題と言えるでしょう。日の丸を背負う気概の弱さという指摘も興味深いものです。これは国益を追求する上で時には厳しい交渉や対立も辞さない姿勢が必要だという主張です。しかしここで注意すべきは、気概が単なる強硬姿勢や対立を意味するものではないということです。真の意味での日の丸を背負う気概とは、国際社会における日本の役割と責任を自覚し、それを果たすための覚悟を持つことを指すのではないでしょうか。例えば気候変動問題や核軍縮などグローバルな課題に対して日本がリーダーシップを発揮することもこの気概の表れと言えるでしょう。山野江野氏は永田町霞が関での外務省の地盤沈下も指摘しています。これは日本の政策決定プロセスにおいて外務省の影響力が低下していることを意味します。外交政策の一貫性や専門性を確保するためには外務省の役割を再評価し、その機能を強化する必要があります。例えばアメリカの国務省は外交政策の立案と実行において中心的な役割を果たしています。日本も同様に外務省を中心とした一貫性のある外交政策の立案と実行が求められます。内向き思考といびつな人事という問題も日本外交の課題として挙げられています。グローバル化が進む中で国際的な視野を持つ人材の育成と登用が不可欠です。例えば若手外交官に積極的に海外経験を積ませることや民間企業や国際機関との人材交流を促進することなどが考えられます。これらの問題に対処するためには外務省の組織改革や人材育成システムの見直しが必要です。例えばより機動的で効率的な体制の構築や語学力だけでなく交渉力や戦略的思考力を重視したトレーニングの導入などが考えられます。また情報収集力の強化も重要な課題です。国際情勢の複雑化に伴い正確かつ迅速な情報収集と分析が不可欠となっています。これにはデジタル技術の活用や他国の情報機関との連携強化などが含まれます。さらに日本の国益を明確に定義し、それを追求するための一貫した戦略の必要性も指摘されています。これは単に個別の外交案件に対応するだけでなく、長期的かつ包括的な視点から日本の立場を確立することの重要性を示しています。例えば自由で開かれたインド太平洋構想は日本の地域戦略を示す重要な概念です。この構想は法の支配や航行の自由といった普遍的価値を基盤とし、地域の安定と繁栄を目指すものです。このような明確なビジョンを持ち、それを国際社会に発信していくことが日本外交の再生には不可欠です。山野江野氏の指摘は単に外交政策の領域にとどまらず、日本の教育システムや社会構造にも関わる広範な課題を提起しています。例えばグローバル人材の育成は外交官に限らず日本社会全体で取り組むべき課題です。日本の大学教育においても国際的な視野を持つ人材の育成が求められています。例えば留学プログラムの拡充や英語による授業の増加、国際的な問題に関する教育の強化などが考えられます。また多様性を受け入れる社会の構築も国際社会で活躍できる人材を育成する上で重要な要素です。さらに日本の企業文化も
グローバル化に対応した変革が求められています。終身雇用や年功序列といった従来の日本的経営システムはグローバル競争の中で見直しを迫られています。より柔軟で多様性を重視する組織文化の構築が日本企業の国際競争力強化につながるでしょう。日本外交の再生は単に外務省や政府の努力だけでは達成できません。社会全体で国際化を推進し、グローバルな視点を持つ人材を育成していくことが必要です。そのためには、教育システムの改革、企業文化の変革、そして国民一人一人の意識改革が求められます。例えば、初等中等教育の段階から、国際理解教育を強化することが考えられます。世界の多様な文化や価値観を学び、グローバルな課題について考える機会を提供することで、将来の日本を担う若者たちの国際感覚を養うことができるでしょう。また、メディアリテラシー教育も重要です。フェイクニュースや情報操作が問題となる現代社会において、情報を批判的に分析し、正確に理解する能力は不可欠です。これは、国際問題を正しく理解し、適切な判断を下すための基礎となります。日本外交の再生は、日本社会全体の国際化と密接に関連しています。多様性を受け入れ、異なる文化や価値観を理解し、尊重する社会を築くことが、強靭な外交力の基盤となるのです。山野上氏の著書は、日本外交の現状に警鐘を鳴らすとともに、その再生への道筋を示しています。しかし、その実現には長期的な視点と継続的な努力が必要です。外交官の育成から、教育システムの改革、社会全体の意識改革まで、多岐にわたる取り組みが求められます。日本外交の再生は、単に国際社会における日本の地位向上だけを目指すものではありません。それは、平和で安定した国際秩序の構築に貢献し、グローバルな課題の解決に向けてリーダーシップを発揮する、真の意味での国際国家を目指す取り組みなのです。この目標に向けて、政府、企業、教育機関、そして国民一人一人が、それぞれの立場で何ができるかを考え、行動に移していくことが重要です。日本外交の再生は、日本社会全体の課題であり、同時に大きな可能性を秘めた挑戦でもあるのです。日本外交の再生は、国際社会における日本の影響力を高め、国益を守るために不可欠な取り組みです。そのためには、外交政策の一貫性を保ちつつ、柔軟で適応力のある戦略を展開する必要があります。具体的には、国際的な課題に対して積極的に関与し、他国との連携を強化することが求められます。特に気候変動やテロリズム、サイバーセキュリティといったグローバルな問題は、一国だけでは解決できないため、多国間協力が不可欠です。日本がこれらの問題に対してリーダーシップを発揮することで、国際社会からの信頼と支持を得ることができるでしょう。また、日本の文化や価値観を世界に発信することも重要です。日本独自の文化や技術は、多くの国々で高く評価されていますが、それをどのように外交的な影響力に結びつけるかが課題です。例えば、日本の伝統文化や現代アート、さらには先端技術を活用したプロジェクトなどを通じて、日本の魅力を広める努力が必要です。さらに、教育や研究分野での国際交流も重要です。留学生受け入れや共同研究プロジェクトを通じて、日本と他国との関係を深めることができます。これにより、日本への理解が深まり、友好関係が築かれるでしょう。山野上氏が提言するように、日本外交の再生には、組織改革や人材育成も欠かせません。外務省だけでなく、政府全体で国際問題に対する専門知識を持った人材を育成し、外交政策に反映させることが重要です。また、民間企業やシンクタンクとの連携も強化し、多様な視点から政策形成を行うことで、より効果的な外交戦略が実現できるでしょう。このように、日本外交の再生は多面的な取り組みを必要とします。個々の課題に対して具体的な解決策を講じるだけでなく、全体としての戦略的なビジョンを持つことが求められます。それは単なる政策の見直しではなく、日本という国全体がどのように国際社会で存在感を示していくかという根本的な問いでもあります。日本は今後も変化する国際情勢に柔軟に対応し、
自らの立場を明確にしながら、平和で安定した世界の実現に寄与していく必要があります。そのためには、政府だけでなく、市民一人一人が国際問題について考え、自らの意見を持つことも重要です。これからの時代、日本外交はより多様性と包容力を持ったものへと進化していくことでしょう。このような取り組みが実現すれば、日本はより強固な外交基盤を築き、国際社会で果たすべき役割を果たすことができるでしょう。そして、その結果として日本自身も豊かで安全な未来へとつながっていくことになると考えます。さて、ここまで日本外交の現状と課題、そしてその再生への道筋についてお話しました。ここからは、日本外交の歴史的背景と国際社会における位置づけについて、より深く掘り下げていきましょう。日本の外交政策は、明治維新以降、大きな変遷を遂げてきました。19世紀後半、日本は西洋列強に追いつくべく懸命な努力を重ね、20世紀初頭には一定の国際的地位を確立しました。しかし、その後の軍国主義への傾斜と太平洋戦争での敗北は、日本の外交政策に大きな転換をもたらしました。戦後の日本外交は、平和国家としての再出発を基本理念としています。この理念は、日本国憲法第9条に象徴されるように、武力による国際紛争の解決を放棄し、平和的手段による国際協調を重視するものです。この方針は、国連重視の姿勢や、アメリカとの同盟関係の構築につながりました。ここで注目すべきは、日本が採用した平和国家という概念です。これは単に軍事力を持たないという消極的な意味ではなく、積極的に平和構築に貢献するという意味を含んでいます。例えば、日本の国際貢献の形として、開発援助や平和維持活動への参加などが挙げられます。この平和国家としての立場は、日本の外交政策の根幹をなすものですが、同時に様々な課題も生み出しています。例えば、国際社会における日本の役割をどのように定義するか、また、安全保障政策をどのように構築するかといった問題です。特に、冷戦終結後の国際情勢の変化は、日本外交に新たな課題をもたらしました。地域紛争の増加や、テロリズムの脅威、環境問題や感染症など、グローバルな課題が顕在化する中で、日本の貢献のあり方が問われるようになったのです。ここで、日本外交の総合力という概念が重要になってきます。これは、外交、安全保障、経済、文化など、様々な分野を有機的に結びつけ、総合的な戦略を立てることを意味します。例えば、経済協力を通じて相手国との関係を強化し、それを外交や安全保障面での協力につなげていくといったアプローチです。この総合力の強化は、日本外交の再生にとって不可欠な要素です。なぜなら、現代の国際社会では、一つの分野だけで国益を追求することは困難だからです。経済、安全保障、環境、文化など、様々な要素が複雑に絡み合っており、それらを総合的に捉える視点が必要なのです。例えば、気候変動問題を考えてみましょう。これは単なる環境問題ではなく、経済や安全保障にも大きな影響を与える課題です。日本が環境技術で世界をリードすることは、経済的利益をもたらすだけでなく、外交的影響力の強化にもつながります。さらに、気候変動に起因する食料不足や水不足は、地域の安定を脅かす要因となりうるため、安全保障の観点からも重要な問題なのです。このように、一つの課題に対して多角的なアプローチを取ることが、現代の外交には求められています。そして、そのためには、政府内の縦割り構造を超えた協力体制や、民間セクターとの連携が不可欠です。ここで、日本の国家安全保障会議、NSC の設置について触れておきましょう。これは、外交・安全保障政策の司令塔として機能することを目的としており、まさに総合力の強化を図るものです。しかし、その実効性を高めるためには、情報収集・分析能力の向上や、民間の知見を活用する仕組みの構築など、さらなる取り組みが必要です。また、日本外交の総合力を考える上で、パブリックディプロマシーという概念も重要です。これは、
相手国の国民に直接働きかけ、自国のイメージや政策への理解を深めるための外交活動を指します。日本の文化や価値観を世界に発信し、ソフトパワーを高めていくことは外交的影響力を強化する上で非常に重要です。例えば日本のポップカルチャーやクールジャパン戦略はこのパブリックディプロマシーの一環と言えるでしょう。アニメや漫画、日本食などを通じて日本への親近感を醸成し、それを外交や経済面での協力につなげていく。このような文化外交の重要性は今後ますます高まっていくと考えられます。さらに日本外交の再生を考える上で多国間外交の重要性も指摘しておく必要があります。二国間関係を重視しつつも、国際機関や地域的枠組みを通じた外交をいかに展開していくかが今後の大きな課題となるでしょう。例えば国連安全保障理事会の常任理事国入りを目指す日本の取り組みは多国間外交の重要な一例です。これは単に日本の国際的地位の向上を目指すものではなく、国際社会の平和と安定に積極的に貢献していくという意思の表れでもあります。またアジア太平洋地域における経済連携の推進も多国間外交の重要な側面です。環太平洋パートナーシップ協定 TPP や東アジア地域包括的経済連携 RCEP などの枠組みを通じて、日本は地域の経済統合と安定に貢献しようとしています。これらの多国間外交の場において日本がいかにリーダーシップを発揮できるかが今後の外交力を左右する重要な要素となるでしょう。そのためには国際的な規範やルールの形成に積極的に関与し、日本の価値観や利益を反映させていく必要があります。ここで日本外交の価値観外交についても触れておきましょう。これは自由、民主主義、法の支配、人権尊重といった普遍的価値を重視し、それらを国際社会に広めていこうとする外交姿勢を指します。この価値観外交は日本の外交的影響力を高める上で重要な役割を果たすと同時に、国際社会における日本の立ち位置を明確にする効果もあります。例えば自由で開かれたインド太平洋構想はこの価値観外交の具体的な表れと言えるでしょう。この構想は法の支配や航行の自由といった普遍的価値を基盤とし、地域の安定と繁栄を目指すものです。このような明確なビジョンを持ち、それを国際社会に発信していくことが日本外交の再生には不可欠です。しかし価値観外交を展開する上で注意すべき点もあります。それは相手国の文化や歴史的背景を十分に理解し尊重する姿勢を持つことです。単に自国の価値観を押し付けるのではなく、対話を通じて相互理解を深めていく。このようなバランスの取れたアプローチが真の意味での価値観外交には求められるのです。ここで日本外交の課題として情報発信力の強化についても言及しておく必要があります。グローバル化が進み、情報が瞬時に世界中を駆け巡る現代社会において、自国の立場や政策を効果的に発信することは外交力の重要な要素となっています。例えば領土問題や歴史認識問題などにおいて、日本の立場を国際社会に正確に伝えることの重要性は言うまでもありません。しかしこれまでの日本の対応はどちらかというと受け身で、事後的な説明に終始しがちでした。今後はより戦略的かつ積極的な情報発信が求められるでしょう。そのためには外務省や在外公館の広報体制の強化はもちろん、メディアやソーシャルネットワークを活用した多角的な情報発信戦略が必要です。また海外の有力メディアや有識者との関係構築も重要な課題となるでしょう。さらに日本外交の再生を考える上で人材育成の重要性も強調しておきたいと思います。グローバル化が進む中、国際的な舞台で活躍できる人材の育成は日本の将来を左右する重要な課題です。例えば語学力はもちろんのこと、異文化理解力、交渉力、戦略的思考力などを備えた外交官の育成が急務です。また民間企業や非政府組織、NGO、学術界など様々な分野で国際的に活躍できる人材を育成することも日本の外交力強化につながります。このような人材育成には教育システムの改革も必要です。
初等中等教育から高等教育まで国際的な視野を持つ人材を育成するためのカリキュラムの充実が求められます。また留学の促進や海外の大学研究機関との交流拡大なども重要な施策となるでしょう。ここで日本外交の経済外交についても触れておきましょう。日本は世界第3位の経済大国であり、その経済力は重要な外交資源です。しかし単に経済力があるだけでは十分ではありません。それをいかに戦略的に活用し外交目標の達成につなげていくかが重要なのです。例えばインフラ輸出や経済協力を通じて相手国との関係強化を図る、あるいは自由貿易協定 FTA や経済連携協定 EPA の締結を通じて経済的利益を確保しつつ外交的影響力も高めていく。このような経済外交の重要性は今後ますます高まっていくでしょう。また科学技術外交も日本外交の重要な側面です。日本の高い科学技術力を生かし地球規模課題の解決に貢献することは日本の国際的プレゼンスを高める上で非常に効果的です。例えば環境技術や防災技術の分野で日本が世界をリードすることは経済的利益だけでなく外交的影響力の強化にもつながります。さらに地球規模課題への取り組みも日本外交の重要なテーマです。気候変動、感染症、テロリズム、サイバーセキュリティなど一国では解決できない課題が山積する現代において、これらの問題に積極的に取り組むことは国際社会における日本の存在感を高める上で非常に重要です。例えば日本が主導して設立したアジア防災センターは防災分野における国際協力の好例です。日本の防災技術や知見を生かしアジア地域の防災能力向上に貢献することで日本の外交的影響力を高めています。このように日本外交の再生には様々な分野での取り組みが必要です。そしてこれらの取り組みを有機的に結びつけ総合的な戦略として展開していくことが求められています。それは決して容易な課題ではありませんが日本の将来を左右する重要な挑戦であることは間違いありません。日本外交の再生は単に外交政策の見直しにとどまるものではありません。それは日本という国が国際社会においてどのような役割を果たしどのような存在感を示していくかという根本的な問いかけでもあるのです。グローバル化が進み国際情勢が複雑化する中で日本がどのようなビジョンを持ちどのような貢献をしていくのか、その答えを見出し実行に移していくことがこれからの日本外交に求められているのです。以上、本日の講義では日本外交の劣化再生への道を通じて日本外交の現状と課題、そしてその再生に向けた方策について詳しく見てきました。この書籍が提起する問題は単に外交政策の領域にとどまらず日本社会全体に関わる重要な課題を浮き彫りにしています。外交というと一般の方々にとっては縁遠い話題に感じられるかもしれません。しかしグローバル化が進む現代社会において外交は私たちの日常生活にも大きな影響を与えています。例えば貿易交渉の結果は私たちが日々購入する商品の価格や種類に直接影響します。また安全保障政策は私たちの生活の安全や平和に関わる重要な問題です。この観点から考えると日本外交の再生は単に政府や外務省の課題ではなく私たち一人一人に関わる問題だと言えるでしょう。では私たち市民に何ができるのでしょうか。まず国際問題に関心を持ち理解を深めることが重要です。新聞やテレビのニュースだけでなく書籍や専門家の講演など様々な情報源を活用して国際情勢について学ぶ姿勢が求められます。そうすることで政府の外交政策を批判的に評価し建設的な意見を述べることができるようになります。次に異文化理解を深めることも大切です。グローバル化が進む中私たちの周りには様々な国籍や文化背景を持つ人々がいます。日常生活の中でこうした多様性を尊重し理解を深める努力をすることが結果的に日本の外交力の向上にもつながるのです。さらに
若い世代の皆さんには積極的に海外経験を積むことをお勧めします。留学や海外インターンシップなどを通じて異なる文化や価値観に触れることはグローバルな視点を養う上で非常に有効です。こうした経験は将来的に日本の外交力強化に貢献する人材の育成にもつながります。また地域の国際交流活動に参加することも身近にできる国際貢献の一つです。多くの自治体や民間団体が姉妹都市交流や国際フェスティバルなどの活動を行っています。こうした活動に参加することで草の根レベルでの国際理解を深めることができます。一方で政府や関係機関に対してはより開かれた外交を求めていく必要があります。情報公開を進め政策決定プロセスの透明性を高めることで市民の外交政策への関心と理解を深めることができるでしょう。外交官の育成についても新たな視点が必要です。従来の語学力や国際法の知識に加えデジタル技術の活用能力や異文化コミュニケーション能力など現代社会に即したスキルを持つ人材の育成が求められます。また民間企業や非政府組織 NGO との連携も重要です。複雑化する国際問題に対応するためには政府だけでなく様々なアクターの知見や経験を活用することが不可欠です。官民一体となったオールジャパンの外交を展開することで日本の外交力を大きく向上させることができるでしょう。日本外交の再生は一朝一夕には実現できません。長期的な視点を持ち粘り強く取り組んでいく必要があります。そのためには政府の努力はもちろんのこと、私たち市民一人一人の意識改革と行動が求められるのです。国際社会における日本の立場は私たちの日々の生活と密接に結びついています。平和で繁栄した社会を次世代に引き継ぐためにも日本外交の再生は避けて通れない課題なのです。皆さんにはこの講義を通じて学んだことを日常生活の中で実践していただきたいと思います。国際ニュースに関心を持つこと、異なる文化背景を持つ人々と積極的に交流すること、そして自分なりの国際貢献の方法を見つけること、これらの小さな一歩がやがて日本外交の大きな力となるのです。そして最後に読書で勉強も大事ですが美容と健康管理も大切です。なぜなら私たちの生活は身体と心の健康によって支えられているからです。どれだけ知識を積み重ねても健康でなければその知識を生かすことができません。特に現代社会では忙しい生活の中で自分自身の健康や美容をおろそかにしがちですが、これこそが私たちが日々の生活をより充実させ長く幸せに生きるために最も重要な要素の一つなのです。そこで今回はダイエットだけでなく健康管理にも特化した重要なサービスであるライザップ結果にコミットプライベートジムをご紹介します。ライザップはその名の通り結果にコミットすることを強調していますが、これは単に一時的な体重減少を目指すものではありません。ライザップのプログラムは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを中心に構成されており、あなたの目標に合わせたカスタマイズプランが提供されます。このマンツーマントレーニングの最大の魅力は過去にダイエットやジム通いが続かなかった人でも安心して続けられる点です。トレーナーがあなたの目標、ライフスタイル、そして個々の体質に合ったトレーニングプランを作成し効果的にサポートしてくれるので結果が出やすい環境が整っています。またライザップは単に運動だけに頼るのではなく食生活やメンタルのマネージメントも含めた総合的なアプローチを採用しています。無理な食事制限はせず健康的に食べながら痩せることができるようにトレーナーが食事のアドバイスを提供します。このアプローチによってリバウンドしにくい体づくりが可能となり長期的な健康を維持することができます。さらにライザップの大きな特徴の一つとして30日間無条件全額返金保証があります。これは顧客満足度に対する自信の表れであり、もしも結果に満足できなかった場合には全額が返金されるためリスクを最小限に抑えながらプログラムに参加することができます。この保証は多くの人々にとって安心して始められる要因となっており、ライザップが信頼される理由の一つです。ライザップのトレーニングは1日50分、週に2回の無理のないスケジュールで行われます。忙しい現代人にとって
続けやすいトレーニングプランが提供されている点も大きな魅力です。短時間で効果的なトレーニングを行うことで、時間を有効活用しながら確実に成果を上げることができます。そしてライズアップでは無料カウンセリングも行っています。プログラムに参加する前に自分に合ったプランを確認できるため、不安を解消してからスタートすることができます。またトレーニングは完全個室のプライベートな空間で行われるため、他人の目を気にせず集中して取り組むことができます。これによりよりリラックスした環境でトレーニングに励むことができるのです。テレビ CM でも結果にコミットするというキャッチフレーズで話題になっているライズアップですが、この言葉には単に体重を減らすだけではなく、健康的で持続可能なライフスタイルを手に入れることを約束するという意味が込められています。専属トレーナーが作り出すあなた専用のプログラムは、あなたの生活を豊かにし、理想の体を手に入れるための最適なサポートとなるでしょう。このようにライズアップはダイエットだけでなく健康管理にも特化したプログラムを提供しており、健康的に痩せ理想の体を手に入れるだけでなく、その状態を維持し続けるための知識や習慣を身につけることができます。これまでに様々な方法で結果が出なかった人でも、ライズアップなら安心して挑戦できるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。